さんの登場です。井上丸の内病院ホットモット松本神林店あずさ川店株式会社信越放置白百合内科循環器科クリニックがお送りします。今どうですか、この松本山が声を聞いて。
やっぱりね、ここに来ると、はい、今シーズンがね、いよいよ開幕するんだなというふうな、ね、気持ちになりますね。今日もたくさんのやっぱり方がここに集まってくださってますし、はい、すごいもう気持ちが高ぶります。はい、今シーズン松本山雅 FC スローガンを協会突破と掲げました。ここにはどんな思いがあるんでしょうか。そうですね、まあ、4年前の J1 を初めて経験した時に、達成できなかったベスト15っていう壁をやっぱり今シーズンはみんなの力で越えていこうと、突破していこうという、まあ、思いが込められています。選手たちはキャンプを終えてあと1週間の開幕に向けて、はい、今は最後の調整をというところなんですが、その選手たちにこの後お話をお伺いしていきます。はい、ステージ横には松本山雅 FC のゴールキーパー、そしてディフェンダーの選手たちがすでにスタンバイしています。ミッドフィルダー、フォワードの選手は後半に登場していきます。この後お一人ずつご登壇いただきましてインタビューをしていきます。選手の皆さん、名前をお呼びいたしましたらステージ上へお越しください。それではじゃあ、はい、話を伺っていきましょう。いきたいと思います。それでは参ります。背番号1、森田達也選手。インスタグラム見てます。サポーターの皆さんにも大変大事ということですが、トップバッターでお話をお伺いしていきますが、キャンプ終わって今の気持ちを教えてください。そうですね、いよいよ始まるなという気持ちです。去年とはまたこう違った気持ちとか違った思いというのはありますか。そうですね、まあ今年は J1 なんで、まあ、しっかり自分のやれることを精一杯やるという気持ちになります。テッドさんからも、はい、そうですね、まあ、昨シーズン勝ち点1差で優勝したと思うんですけど、まあ、今シーズン必要になってくることとか、まあ、自分の役割とかあれば聞きたいなと思いますけど。そうですね、まあ、去年それこそ勝ち点1で、まあ、僕たちは笑ったチームなんですけど、まあ、そこでこうほとんどのチームが泣いたチームが多いと思うので、まあ、開幕からそういう1点とか勝ち点1にこだわってやっていけたらなと思ってます。やっぱり、まあ、一番後ろの、ね、ポジションだから最後は自分が仕事をしてっていう思いは強いのかなと思いますけど。そうですね、まあ、松本山雅というチームは前線含めて、ね、全員体張って守備してくれるんで、その中でこう来たボールっていうのはやっぱ自分が最後止めなきゃいけないっていうことがあります。それではサポーターの皆さんに今シーズンへの思い一言いただけますか。はい、昨年以上に厳しいシーズンになると思いますが、皆さんと一緒に戦っていきたいと思います。また応援よろしくお願いします。足が長い、そうそう、恥ずかしいです僕は。はい、いいですよね。さあ、森田選手にお話をお伺いしました。続いて背番号16、村山智彦選手。
チームもなかなか達成、本当に一応争うような状況の中でゴールを守っていただきました。負けないし、負けも取られちゃいけないしっていう状態ではあったので、逆にそれがいい緊張感になったなとは思います。そして J1 の舞台ということになりますが、チームの準備の状態などは栗山選手からいかがですか。はい、いいんじゃないですかいいんじゃないですかということですが、哲さんどうですか。そうですね、僕もやっぱりね、村には村山選手にはチームの雰囲気なんか聞きたかったんですけど、はい、どうかなっていうのは。いや、もう新しい選手も、ブラジル人の選手も非常に慣れた、まあ最初は多分戸惑っていた部分もあったと思いますけど、まあ、去年からいた選手、本当に新しく来た選手をきちんと受け入れましたし、やっぱりそういう人間性の良さっていうのを多分見てると思うので、新しく来た選手も非常にパーソナリティの部分はしっかりしている選手が多いので、まあそれが松本山なのかなと思いますし、まあ、僕がどうこうというよりも甲斐さんが、まあ、甲斐さんがうまくやってる。ちょっと目を伏せる感じに田中選手をされてますが、それでは最後にサポーターの皆さんに今シーズンの決意をお願いします。やはり目標は達成しなきゃいけないと思いますし、まあ僕個人としてもやはり J1 に再挑戦というところもあるので、一生懸命チームの力になれると頑張りたいと思いますし、年末にチーム全員で J リーガーオーズに出たいと思っているので、それを達成できるように。お伺いしました。続いて背番号20、後藤敏選手。今シーズンはやっぱりそれをね、ピッチでやっぱり試合の場で見たいな、存在感示してほしいなと思いますけど。もっとそれで見ますすいません、上手な日本語でありがとうございますではサポーターの皆さんへ今シーズンの決意いただけますか。これ、フィンランド支持でこうやってで高千代よしみさわさわ上手なんですけど、どういうことですか。厳しい戦いになるかなと思いますけど、まあ、みんなで頑張って上を目指せるように頑張っていきましょう。すごいお気に入りのゴールデンスでした。続いて背番号23、田中健吾選手。
皆さんに今シーズンの決意を先に思いをぶつけていただきます。はい、勝利のために、体を張る、あります。選手たちから、どうしたんですか。ゴールキーパーも非常に熱い松本ですけれども、キャップを今してきてどう感じるんですか。いや、もちろん非常に高いレベルであると思いますし、なんとか食らいついて試合出れるよう頑張りたいです。一言ずつ選手たちが笑ってくれる。キャラがね、やっぱりね、ちょっと愛されてるのかな。そうですよね、早速溶け込んで、チームの雰囲気はいかがですか。まあ、最初はすごい孫家の長野から来て始めるかどうかすごい心配だったんですけど、徐々にいろいろいじっていただいて、いじっていただいてっていう。哲人さんからいかがでしょう。やっぱりね、これはどうしても聞きたいなっていう質問をぶつけたいなと思いますけど、ズバリ今シーズンの目標タイムは8秒2。そうでもらえなかったんですけど、で本人がやっぱキリュウ、キリュウ似てるってね。というところで、今、皆さん、今ですか。今、分かりにくかったですかね。僕が分かりにくかったです。すみません。はい。なんで、一応目標タイム聞いたんですけど。それは今、ちょっと僕の間違い。いや、僕が本当すみませんでした。はい。でも本当頑張ってほしいなと思います。非常にね、真面目で、やっぱりね、非常にできた人間だなと僕は印象を受けてるんで、頑張ってほしいなと思いますけど。早速こうチームから愛されているってますよね。いや、そうそう。今シーズンの目標8秒2と。ちょっと遅いですよね。何メートルかにも見えますけど。まあでももうシーズンへの思い、まあ冒頭でもお伺いしましたが、ちょっとねクスクスっとなってしまったので。もう一度こうゴールキーパーのその熱い松本で、そして J1 でこういう舞台での決意をお願いします。山形の勝利のために、日々準備を重ねていきたいと思います。一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。山形の23、田中健吾選手でした。さあ、以上ゴールキーパーの皆さんここまでご紹介してまいりましたが、はい、新加入選手の皆さんも溶け込みが相当しやすいですかね。いや、だと思いますよ。やっぱり既存の選手もやっぱり、はい、いい人間が揃っているんで、はい、多分ね、こうウェルカムな雰囲気を、ね、出してくれていると思うので入りやすいと思いますね。ではこの後も続々新加入選手登場してまいります。続いてはディフェンダーのご紹介です。本日ジョージング選手は都合により欠席となっております。それではご紹介してまいりましょう。背番号2、浦田信久選手です。昨シーズンからね。そうでしたね、はい、そんな中でこうじゃあちょっとねチームのこうレギュラーの練習から外れてということにはなりますが、外から様子見てみて状態いかがですか。そうですね、いいと思います。今シーズン、まあでも怪我はどうでしょうか。その状態というのはこれから今は状態自身の、まあなかなか治らなかったんですけど、徐々にいい方向に出ると思います。まあ、早く新たな試合ができると思います。J1 の舞台ということで、思いも、まあ、高まっているんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、早くチームの力になりたいですし、まあ、まずはピッチングの動きをしたいです。哲人さんからはいかがですか。そうですね、まあ、今はちょっとね、別メニューでキャンプをやってると思うんですけど、まあ、自身
まあ、あの最初、ね、マリノスでスタートキャリアをスタートしてその時 J1 だったと思うんですよ、まあ、あの出場はなかなかなかったかもしれないですけどそれ以来の J1 の舞台っていうなんかこう意気込みというかモチベーションを聞きたいなと思います。そうですね、まあ、あのその時はほとんどチャンスがなかったんですけど、まあ、去年 J1 で優勝してアジアチップ優勝して勝負できたので、まあ、本当に、本当の意味のチャレンジというか挑戦のところになるので、ちょっとしっかりと思います。サポーターの皆さんに最後に一言お願いします。まずは、怪我を起こして、この小島がまだ力になれるようにまたピッチに戻っていきたいと思います。はい、チーム頑張ります。ありがとうございます。背番号2、平田信久選手でした。続いて背番号3、田中葉山選手です。ハイマー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 、よろしくお願いします。お願いします。 J1 の舞台に松本山雅がまた挑戦します。今シーズンの思いを一言お願いします。頑張ります。シンプルに体の状態シーズンに向けていかがでしょうか。今ですか。今は疲れてます。この1週間で、まあ、開幕に向けてということになっていきますが、テトさん、はい、いかがでしょうか。まあ、ハイさんにはねキャンプの仕上がり具合、まあ、本人も含めてどうかなってチームを見ててどうですか。手応えはありますね。ある、はい、手応えある。はい、例年と比べてどうですか。どうですかね、毎年比べるのは比べたこともないですし、はい、ペアではないと思うので、まあ、去年は去年、今年は今年なので比べるのはまた違うと思いますけど、また新たなメンバーでまさに見て手応えは感じですか。はい、あとやっぱり去年見てて昨シーズンあの、まあ、同い年なんですけど、はい、あのなんていうんだろう、去年なんかすごくまたさらにレベルアップしたっていう印象をね、僕はすごくプレー見てて受けたんですけど、その辺のなんかこう普段のまたなんかこう努力というかね変化ってあったんですか。いや何も変わらないです。変わらない。やっぱり自分がやるべきことをしっかりやって。そうですね、はい、素晴らしいですね。それではサポーターの皆さんに向けて今シーズンの思いをお願いします。J1 で、結果を出すために4年前、悔しい思いをしたので、その悔しい思いをあの今シーズン結果として個人としてもチームとしても出したいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。背番号3、田中葉山選手でした。同い年とは思えないし、続いて背番号4、飯田雅樹選手。飯田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 、よろしくお願いします。お願いします。松本山が J1 にまた戻ってきました。今シーズンは前回とはまたこう思いとか、まあ、立場もまた変わってきたと思いますが、今 J1 に向けて考えたりとどんな思いがありますか。何を残せるかだと思って、シーズン通したい、それだけ考えています。テストさん、やはりこう、まあ、飯田選手とは親交もあります、はいはい、この4年間で変わったことって飯田さんどんなことがありました。やっぱ今日もね、頭に芝生がいっぱいついてる練習してきたのかな。あの ラジオを聞いてる方はね、ちょっとわからないと思うんですけど、はい、何かあったんですか。いや、何もないです。ちょっと、美容室に行けないんです。ちょっとカラーの方もね、年々変化しているようにも見受けられますが、このあたりは今シーズンはこれでいくっていう。そうですね、考えます。染めるのもう一回どうするんですか、今シーズンは。美容師さんと相談します。
専属の、いいですね、はい、僕ちょっと聞きたいことがあって、はい、ズバリあのチームの、ね、スローガンワンソール協会突破ですけど、はい、イーちゃん自身が突破したい協会っていうのを今シーズンあれば聞きたいなと思うんですけど。そうっすね、まあここ10年ぐらいいますけど、一番ショックなのは、まあ、誰とは言いませんけど、松本さんがさんと呼ばれるのが僕一番嫌ってるんですけど、それが今年も起こったっていうことに対してすごいことが起きましたし、まあそれが僕らの武器なんだなって全国的にはそう思うので、まずこの協会を突破したいな。よくね、イーちゃんは山川全国区にっていうふうにインタビューに答えたり、イヤブクネも書いてありますけど、はい、それをぜひ実現する、突破するということですよね。そうですね、まあそれはまあ自分たちの結果を出さなきゃいけないことでもありますし、試合に勝ったりとか、じゃあ全国版のニュースに出るとか、まあそういうことで少しずつ積み上げていかなきゃいけないと思うので、まあそこはそこだと思います。では最後に今シーズンへの思い、サポーターの皆さんにお願いします。今年も一緒に戦いましょう。ああ見えて浦田は結構傷ついてくんで、皆さん優しくしてあげてください。ありがとうございました。続いて背番号15エドワード選手です。あ、失礼しました、ごめんなさい、背番号間違えました、すいません。続いて失礼いたしました、背番号5今井智選手。今井、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 申し訳ございません、すいません、失礼しました、背番号5今井智選手をお話を伺いしていきます。今井選手、昨シーズン終盤で活躍を見せました、今シーズンはどんなプレーにしたいですか。そうですね、まあ自分のできることは決まっているので、まあ、全力を出したいと思います。その自分のできること、チームにどんなことが。そうですね、まあ、ディフェンス選手なんで、まずは守備のところでしっかり失点に応えたいと思いますし、まあ、あとはピッチ外でも、まあ、自分の良さを出していきたいと思います。哲人さんからはいかがでしょう。そうですね、まあ、昨シーズンは途中からの加入だったと思うんですけど、はい、まあ、今シーズン、山形のキャンプを経験してみてどうでしたか。そうですね、まあ、このメダチームよりはすごいハードなトレーニングだと思います。走りとかどうでした、苦にならなかったですか。まあ、きつかったですけど、はい、まあ、必要なことなんだろうなと、はい、ポジティブに取り組めたと、よかったです。また今シーズンはこう違った立場での J1 へのチャレンジということになりますが、この J1 でプレーするっていうところ、思いは何かありますか。そうですね、まあ日本最高峰のリーグでプレーできるのはすごい幸せに感じますし、まあ、まずは自分がしっかり試合に出てチームの勝利に貢献できればと思います。それでは最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。今年も熱い応援よろしくお願いします。精一杯頑張ります。